最初に現金の受領日時、受領者、受領額、受領場所等を受領した際の状況についてご説明をお願いします。はい、2019年3月27日、受領者は自分です。受領額は30万円、受領場所は後援会事務所、状況は本人からの手渡しです。2回目が同じく2019年5月24日受領者は自分、受領額は20万円、受領場所は、北広島町商工会館です。同じく本人から手渡し。次に受領した現金の使途、また返却した場合には返却した際の状況及び現金の受領に関して公職選挙法に違反するとの認識があったのかについてご説明をお願いします。はい、受け取ったんですけども、返却するため、自宅に保管して、検察の聴取の際提出をいたしました。証人尋問の後に、その提出した現金が返却されることを検察の方に確認して、国会事務所に現金で返却をしております。公職選挙法に関しては、疑いがあるというふうに思っております。最後に、今回の件に関する現在の心境並びにこれからについて思うところをお話しください。また、この際議会や県民に対して説明したいことがあれば併せてお願いをいたします。はい、いろいろお知らせをしたことは、お詫び申し上げますけれども、引き続き県政に対して真摯に取り組んでいくつもりです。宮本議員の説明は以上となります。